ここまでは明日のお天気エリアごとにズームインして詳しく見ていきましたね、朝のねスタッフさんは多分ズーム聞き覚えある方多いと思うんですけど、午後の方はそわそわ何それエリアごとにズームインしてるんですよ。で、魚住なのでかけてズームインってやってるんですこれはズームのポーズですそう、ズーミンはい、ということで明日のお天気見ていきましたけれども、今日は週末日曜日ということで、ここからはいただいたお出かけリポートをご紹介させていただきます。こちら1枚目を愛知県名古屋市ちいかわキャスターさんからいただいているものです。今日は名古屋マラソンが行われています。晴れの日に開催できてよかったです。頑張ってくださいとコメントです。で、もうマラソンがいろんなところで最近は開かれておりますが、今日は名古屋で女性だけのマラソン大会があって、世界で最もこう大きな女性だけのマラソンとしてもね、はい、大会みたいなんですよ。これを完走すると豪華景品がもらえたりとか、そうですね、それを目的で走る方が多い大会です。でキャスターさんでもちょっとちらりと噂は、はい、伺っておりますけれども、いやでも完走することがすごいですよね。かなり感性の顔立ちの男性がプレゼントを渡してくれるんですこう綺麗な方が渡してくれるっていうので、こう女性はまたそれを目標に頑張る方もいらっしゃるとお聞きしましたが、これを走るそうです走るのも結構抽選があったりとかで、そうなんですよ、外れてしまうと走れなかったり、はい、することあるんですけれども、人気です。そうなんです。年齢もこう幅広い方が走られていて、ね、ご褒美がそう最後待ち受けてて、皆さん頑張ってらっしゃいますが、もちろんそれがね目的の方だけではないんですけれどはい、そんな違います違います。この写真の中にお一人いらっしゃるかどうかぐらいだと思うんですけれどもね、なんですけれども皆さん頑張っている姿に心打たれますよね理由はさておきですよね。では続いて見ていきましょう。かわいい。こちら東京都中央区響き173からです。おはようございます。本日2回目のお散歩です。1回行った直後に再度行きたがるという珍しいことが発生しました。山口さんと一緒に撮ってみましたが、ワンコが顎の背に、これも一興ですね少し風のある日曜日、この後も健やかにお過ごしくださいとコメントです。ワンコと仲良しじゃないですかね。えセロ活、ワンコもなんだか幸せそうですよね。え、仲良しですよ。噛む素振りなくないですかね。とっても仲良くね、噛んだら痛いかわいそうですしね、この髪の毛も、ね、結構領域あるので、ね、大変なことになってしまうかもしれない領域だなんていうのね、着脱仕様になってるのでいやでも可愛いですよ。セロ活中のワンコね、2度目のお散歩ごめんなさいなんていうの、ぬいぐるみのですからね、ぬいぐるみだからあるんですよそういうのはね女性でもありますしね、絶対領域とかいや素敵なリポート見ていきましたではもう1枚こちら、スイスからいただいているもの。3月に入りジュネーブ名物の大噴水が桜色ライトアップされました。すごいですね。原高さんからいただいているもの、大迫力じゃないですか。めちゃくちゃ高さありそうですよね。滝のように上から落ちてきてますもんね。この大噴水の稼働時間も夜間まで延長されているんですって。スイスに実際に見に行きたいです。素敵、ライトアップされるとこんなに
綺麗に見られるんですね。迫力がある。いやー、あ、すごい、てっぺんまで映していただいてるねえ。噴水、こんな高い噴水初めて見ました。ということで、日本だけではなく、この海外のねリポートまで見ていきました。この後も皆さんぜひですね、お出かけされた際、お出かけリポートもお待ちしております。以上、ここまではリポートのご紹介のお時間でした。またですね、現在はこのお出かけもね向いていそうな私の本日の衣装についてお話しさせてください。こちらワンピースとなっていまして、ワンアナザーナイスクラップ失礼しました、ワンアフターアナザーナイスクラップさんのものとなっていますね。え、あの切り返しが上の方にあることでスタイルアップできているんですよね。イエーイ、嬉しいわ。でチェック柄でこの中央にリボンもついていて、とても可愛らしいですよね。お袖は一部よりやや長めかな、さらりと着れて春先もね着れそうな素敵なワンピースです。はい、ね、ウエストキュッと、うん、そう、足長効果なの、スタイルアップ効果があるんです。イエーイ、嬉しいです。はい、ということで、あのワンピースのご紹介していきましたが、裾はひらっとしていて素敵ですよね。春の風をこう感じられそうだわ。そしてこのお洋服、お衣装に合わせてアクセサリーはですね、シルバー、ここにキラッと光るものがありまして、とても可愛いですね。あの華奢、小さいものですが存在感がある素敵なイヤリングですけれども、こちらは俺たちのお世話屋です。パオーンということで、はい、ここまでがお世話屋さんのご紹介は絶対に入れさせていただいておりますということで、ワンピースやアクセサリーのご紹介をさせていただきました。この後番組はですね16時に再開です。